ドジャース・大谷翔平投手30が東京で来年3月に開催されるカブスとの開幕シリーズ2連戦に打者で出場する見通しとなった4日、都内で株式会社木下グループの新 CM 制作発表会に出席したデーブ・ロバーツ監督52が開幕での二刀流復帰に否定的な見方を示した大谷は10月末のワールドシリーズ中に左肩を負傷 11月5日に手術を受け、順調にリハビリを続けているが、チームの連覇を見据え、投手としては復帰時期を慎重に探っていくようだ。大谷は打者として日本でのメジャー開幕戦に臨む。3月18日からカブスとの2連戦が東京ドームで開催される。都内で新 CM 発表会見に出席したロバーツ監督は、 大谷が来季開幕で二刀流スタートとなる可能性についてそうなるとは思わない。打者での出場を期待している。1年間どれだけ投げられるか、管理しないといけない。仮に3月に投げたとしたら、シーズン通して10月まで持たないと見解を示した。大谷は今期、打者で出場を続けながら右ひじのリハビリを継続。ブルペン投球や円投を行うなど、 実践調整の目前まで段階を上げていた。だが、ワールドシリーズ中に負傷した左肩を11月5日に手術。ロバーツ監督は、来日する際に大谷と連絡を取り合ったようで、リハビリはすごく順調だと言っていたと明かした。一方で、手術明けのシーズンは球数制限など完全復活までのプランを慎重に進めていく必要がある。 万全での復帰とポストシーズンでの戦いを見据え、開幕を迎える3月は打者のみで起用される見通しとなった。今回の CM 制作では、人の可能性を引き出すことをテーマとし、同監督は個性あふれる選手たちを束ねることに、ポテンシャルを最大化するのが私の仕事と語った。その上で、二刀流の大谷をマネジメントするのに最も大事なことは、彼の健康状態。日々の会話で、 どう感じているか、コミュニケーションをしっかりとること。彼の体調管理についても学んでいかないといけないと気を引き締めた。世界一連覇に向けて投手・大谷の力は不可欠。そのために、長丁場のシーズンをマネジメントし、まずは万全に復帰できる状態を整える。